ビーズ TV をご覧の皆さん、新年明けましておめでとうございます。オリックスバファローズの平野啓一です。2013年、とても、悔しいシーズンとなってしまいました。そして自分も怪我が多くてですね、チームに迷惑をかけたと思っています。それでもいい時も悪い時も、本当に一生懸命応援していただきましてありがとうございます。2014年は、優勝を目指して全力で頑張ります。2014年もいい時も悪い時も、精一杯応援していただければ嬉しいです。選手も精一杯頑張ります。よろしくお願いします。お正月のプレゼントです。